クリス・コーストは、アメリカ合衆国ノースダコタ州、ファーゴ出身の元プロ野球選手。右投右打ち。独立リーグ時代の1997年に、自伝、Hey, I am just the catcher を出版し、2008年3月に、メジャー昇格までの自伝、The 33 Year, Old Rookie を出版した。1995年に独立リーグプレーリーリーグのブランドン・グレーオールズでプロ生活を始め、1996年5月1日にアメリカンアソシエーションのファーゴムーアヘッドレッドホークスと契約。1998年11月13日にドラフト外でピッツバーグパイレーツと契約したが、1999年4月5日にパイレーツを解雇され、5月1日にレッドホークスに復帰。1999年11月16日にクリーブランドインディアンスと契約。2002年には 3A のバッファローバイソンズで打率318などの活躍でチームの MVP に選出されたが骨折をしたためメジャー昇格はならなかった。2003年はボストンレッドソックス、2004年はミルウォーキーブルワーズのマイナー球団に在籍し、2004年10月29日にフィラデルフィア・フィリーズと契約。2006年のスプリングトレーニングで打率463を記録するなど活躍したため、ロースター入りが確実と思われていたが、開幕2日前の4月1日にトレードでデビッド・デルーチが加入したため、ロースターから外され開幕を 3A のスクラントン。ウィルクスバリレッドバロンズで迎えた。レッドバロンズでは打率177と低迷していたが、正捕手のマイク・リーバーサルの故障者リスト入りや、アレックス・ゴンザレスの現役引退に伴い、5月21日にメジャー昇格。5月26日にメジャーデビューを果たした。6試合安打がなかったが、6月16日にメジャー初安打を記録。この安打以降打率は上昇。63試合に出場し、打率328の成績でシーズンを終えた。2007年は開幕をマイナーで迎え、ライアン・ハワードの故障者リスト入りに伴い、5月12日にメジャーに昇格したが、ハワードが5月25日に故障からの復帰に伴い、2A に降格。6月28日にジェイソン・ワースの故障者リスト入りに伴いメジャーに、復帰してからはマイナーに降格することなく、メジャーで出場した。2008年は、カルロス・ルイーズの控え捕手として出場。4.5 月の月間打率は、320を上回っていたが、6月以降は、270を下回った。2009年7月10日、ウェーバー公示後にヒューストン・アストロズに移籍。2009年12月3日に、ニューヨーク・メッツと契約し、2010年3月29日にウェーバー公示を経てワシントンナショナルズに移籍。6月5日にリリースされた。この年限りで現役を引退。引退後は母校のコンコーディア大学のコーチや解説者を経て2018年より古巣のファーゴムーアヘッドレッドホークスのコーチに就任。2020年より暫定監督。2021年より正式に監督に就任した。ありがとうございます。